勝利おめでとうございます。おめでとうございます。今日の試合振り返ってみていかがでしょうか。まあ、立ち上がりに自分たちが先制できて、まあ、いい流れで持っていく形だったんですけど、まあ、前半に、まあ、2点取れたんですけど、その後に点取られて、その後雰囲気がまあぐっと落ちてしまって、その後まあ何回か危ないシーンがあったんですけど、最後までみんな集中して、まあ、最後は勝ちに持ってこれたっていうのはすごい、まあ、プラスなことだなっていうのは思います。ありがとうございます。水曜日グループリーグ最終節ですが、そちらへの意気込みをお願いします。まだグループステージ1位の可能性があるので、まあ、次しっかり勝って決勝トーナメントにいい形で持っていけるように、しっかり次も勝っていきたいと思います。ありがとうございました。